フィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナー、オフィスシオンしきたりアカデミーでは、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介しています。今月5月のテーマは有名人の葬儀です。歴史上の人物、現代の有名人の葬儀にスポットを当ててご紹介しています。今日最終日は有名人の葬儀、エルビス・プレスリーの葬儀についてご紹介いたします。1977年8月16日午後、ロックの王様エルビス・プレスリーがテネシー州メンフィスのグレースランドにあります彼の豪邸の中の浴室でパジャマ姿で倒れているところを発見されました。42歳でした。8月17日の午後、プレスリーの遺体と一般市民との最後のお別れの場が設けられ、プレスリーは銀で覆われた棺に白のスーツで収められました。邸宅の周りにはおよそ8万人の哀悼者が囲み、悲しみと熱気から12人が気絶したんです。遺体を一目見ようと家に入った3万人が興奮状態になり、彼らはすずり泣いて最後の悲しみを訴えました。翌日の8月18日、徹夜の350人を含め5000人前後のファンが豪邸を取り巻き、この日に密葬が行われ、遊国何千人の人々がメンフィスの通りを並ぶ中、警官のオートバイに先導された白のリムジンの先人がプレスリーの葬列の車を導き、16台の白のリムジンの行列が共同墓地でありますフォレストヒルズに向かったんです。墓地にもファンが待ち受けており、敷地にはギターと猟犬の形に生け花が飾られていたということです。今日の葬儀はエルビス・プレスリーの葬儀をご紹介いたしました。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また皆様からの番組に対するご意見、ご質問、ご感想なども募集しています。お寄せいただきました方には葬にまつわる体験談集、時を超えてを漏れなくプレゼントいたします。ご意見ご感想は住所氏名をお書きの上、メールの場合は info@nara.fm、 ファックスは 0742-24-8422、 おはがきの場合は郵便番号 630-8334、 奈良市西野新野町43番地、奈良 .fm オフィスシオンの係までお送りください。この時間、オフィスシオン FM しきたりアカデミー、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。